アッシュレディオ。さあさあ始まりました。始まったようですけれども始まったようですね。よかったです。いやーこんなもう1年以上やなんか毎日やってるんですかそうですね。すごいな。いやすごいです。すごいな。そうか、なんだよでもやっぱりこの続けるってすごいっすよ。すごいっすね。すごいですね。本当にもうなんだろうこれをだからやってみろというそうですね。っていうかまあそうですね、今度そうね、質問が来るからねすごいよな。いや毎日続けるって素晴らしいですね。いややっぱり素晴らしいです。本当に筋トレとかなかなかやっぱできないですよね。うん、続けることこれは一重に本当に吉岡さんとリスナーの皆さんのおかげですいや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 本当にね。さあ行きましょう。はい行きましょう。アシャさん、吉岡さん、いつもアッシュレディオ楽しみに拝見しております。今月あの画面を見てる見てるってことですかね。アッシュレディオ見始めやっと全話踏破いたしまして、すげえなやばいですね。先日から最新話に追いつくことができました毎朝レディオネットフリックスのあれみたいな、そうだね、スーツみたいな。でもこれ毎日出るのすごいっすよね。そうっすね、はい、確かに。まあ、先日から最終話に追いつきましたと。で、毎朝レイディを楽しみにしているおかげで今まで朝が苦手だったのですが、5時起きの生活を始めることができます。ちょっと早すぎる本当に毎日の活力になっております。それでは質問です。アメリカの大統領選について、今一段落ついたように見えた、アメリカ大統領選ですが、トランプがバイデン陣営の不正を理由に結果を覆そうと頑張っておりますが、これは一体どんな意図があって、どんなビジネス的勝算の下でトランプ氏が活動して始めているのか、ぜひアシナさんがこの一件についてどう感じるか、そこからどう考えるのかお聞かせ願えると、幸いですと。最近寒くなってまいりましたので、お二方はじめアッシュ AO ホールディングスの皆様方におかれましたお風邪などひかれませんよ、お気をつけてお過ごしくださいと。何卒よろしくお願いします。いやーありがとうございます、はい、いたわっていただいて。アシナさん、いつかゴルフいたしましょう、一緒にしましょうっていう、あーニコって言ってましたさあどうでしょう、トランプがバイデン陣の不正ね、はいはい、やってますね、これはね。やってますよね、吸ったもんな、うん、まあもうジョー・バイデンでしょうねこれはどういう意図が、いや、ドナルド・トランプがなんか最終秘密兵器持ってるのか持ってないかみたいなところですけど、結構ドナルド・トランプも力振り切ってこうなってしまったんで、ちょっとあまりに傍若無人な感は出過ぎちゃってますよね。ああ、この今、はい、あはいはい、ただやっぱりそのドナルド・トランプが悪で、うん、ジョー・バイデンがなんか素晴らしいかというと、別に必ずしもそういうのではなくて、うん、ドナルド・トランプもアメリカの約半分の票は取ってるわけなんで、ああまあそうですよね、うんうん、そこはちょっとまあニューヨークとカリフォルニアに、うん、まあセレブが多いんで、うん、ちょっとまあメディアはそうなったりしますけど、うん、そのドナルド・トランプがダメだって言ってるメディアもジョー・バイデンになった方がいいっていうところの首都圏というかまあ州にあったりするわけなんで、まあちょっと最後まであの様子を見てみないとわからないっていうところはあるかもしれないですね。まあ、ドナルド・トランプがあの大統領にもう一回なった場合には株価ももう一回結構グラッとなると思うんで、うん、そこを狙ってる人もいるかもしれないですね。グラッとっていうのは下がるってこと？はい。あ、なんでなんかトランプかよっていう、いやトランプだから下がるっていうよりも、うん、今はもうジョー・バイデンになってるわけじゃないですか、うんうん、形としては、うん、でもそっからドナルド・トランプやったらなんか何がどうなるか分かんなくて、うん、ああそっかって言ったら世界の投資家がアメリカから一回お金を引くわけです。不安だからね。あはいはいはい。ちなみにまあアメリカの大統領がこうどっちになるかで我々にどう影響は変わるんでしょうか。アシナコメンテーター、まあどうでもいいでしょうねやっぱりそうですか。やっぱ
ぱりそうですか。まあ従うだけですよね、従うだけ方針に。あ, あんまりどっちでもまあ関係ないんじゃない、はい、もうほぼ関係ないです、関係ないですね。まあどなんかこれがこうあって関係あってっていうのはなんかちょっとなんか、うん、頭のいい人たちのなんかこう、うん、予想合戦は、あ、エンタメだ、もうエンタメも任せます。、はい、じゃあ次の質問いきましょう。保険会社時代に、アシナさんの話を何度か聞かせていただきました。素晴らしい営業マンだと思っておりましたが、管理職としても素晴らしい成果を上げとても尊敬しております。私は営業としてはそれなりに成果を上げ、それなりに管理職をしましたが、管理者としては全くうまくいきませんでした。その理由として自分の部下のやることがとっても気になってしまう、ロープレなんかをやっても一言一句や雰囲気が違うと指摘しまうなど、あーそこはそういう言葉ではないとか、それそこでそれをやったらあかーんと、失敗する前にお客様の前とのことで手を差し伸べてしまい、結果的に部下をコントロールしようと してしまってたなと思います。アシナさんは部下に任せるとこは任せていると思いますが、手を出したくなってはしまいませんか？そもそも人の成長をどのように見つめて経営されていたのか教えてください。よろしくお願いします。なるほど。今思えば当時僕はプルデンシャルでマネージャーやってた時のマネージメントが素晴らしかったと全くそうじゃないですね。ただ、一番素晴らしかったのはトレーニングですね。で、要はその現場に出たら僕は一切助けないです。助けない、多分その彼は現場に出てお客さんにその部下と同行して、その部下がもたついてたらそれをなんかこうこうやってやるんだろうっていう、助け舟出しちゃうんですよね。ですよね、うん、僕はそれ全くやらないです。現場に出たらもう 100% あなたっていう、なんなら僕同行もほぼしないですね。なんか一応最初なんかしなくちゃいけないんで、なんかその会社の取り決めにね、そういうなんか最低限のなんか同行はまあ一応挨拶程度しますけど、僕が営業する部下のために営業するから1ミリもないです。だからその会社の中でロープレイをしたりとかっていうのはめちゃめちゃありました。ああ、それは素晴らしかったと思います。ただマネジメントは素晴らしかったとは言えない、はい、っていうのはそのマネジメントっていうのが何かを分からずに、営業マン、つまりそのちょっと兄貴のままやってたんで、ちょっと兄貴、はいはい、ちょっと兄貴、はい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 、ああそうか、売れてる営業マンがそのままマネージャーになっちゃったみたいな。そうそうそう。あでもマネージメントは生産性を最大化させるっていうことがマネージメントなんですけど、その生産性を最大化させるアプローチがちょっと当時は違って、当時は なんていうんですかね、要はこの通りにやったら絶対うまくいくぞっていうアプローチなんですけど、それってやっぱどうしても人間関係だったりとか、無理があったりするんですよね。そんなに頑張れないとか、そういうのもあったりする。だからどちらかというともっと早い段階で現場に出たら自己責任だぞとかじゃなくて、成長するかどうかも自己責任だぞっていうぐらい、ちゃんとなんだろう、自由というか個人を尊重してあげないと。あとその前にやっぱりその何これはやっていいけどこれだけはやっちゃダメだっていうのをちゃんと共通認識を握っておかないと。でそれが守れないと本当に会社辞めるぐらいのことぐらいまでちゃんと握っておかないとダメですよ。あはいはいはい、はい、まあ、そこら辺も怪物マネジメントっていう本にまだ一文字も書いてないですそんな本があればいいなと思ったんですよ。いいな、いいですな。はい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 。まあじゃあそんなとこですかね。じゃあもう一個、ありがとうございます。いつも毎朝拝聴しております。ありがとうございます。最近ヤフーニュースを見ていると、女子高生にわいせつ、タクシーに乗ってきた乗客にわいせつ、痴漢内で盗撮痴漢などのニュースが非常に多いです。なぜここまでこういうニュースが多いのか、私がそういうニュースに敏感なだけなのかとも思いましたが、おそらく違います。こんな日本になったのはなぜなのか、アシナさんのお言葉をお借りすると、知力、体力、リーダーシップ、財力のうち何もない男たちがただ自分の欲を満たしたいという、わがまま野郎が多いからだと思います。この由々しき問題、アシナさんはどのように捉えますか。男気のない人たちはどのようにしたら改善するのでしょうか。こんなニュースについて考えず自分のやるべきことをやればいいのでしょうか。男気ある男になるためのアドバイスとしてお聞きしたいです。よろしくお願いします。という自分がわいせつばっか調べてるからそれに見投げされてるんですか。ニュースね。ニュース今リターゲされますよ。あ、そうなんだ。
多分ヤフーももう入ってると思いますよ、そういうアルゴリズムが。自分が調べてるものが、あ、関心があるのが出てくるってこと。はい、あ、だから実はわいせつに関心があるんです。そういうニュースに心が痛むんじゃないですか、この方は。まあしょうがないですよ。もうしょうがない、はい、もうどうしようもない。なんかちょっとやっぱり平和すぎますよね。というと、例えば平気で深夜暗い道を女性が一人で歩いてたりするじゃないですか。するね。マジで危ないですよ。あ、普通に外国だったらレイプされて殺されてる人もおかしくないですね。っていうことの危機管理をみんなにしてほしいから、そういうニュースを報道するんじゃないですか。はい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 、はい、まあ、日本は確かに平和ですよね。酔っ払ってその辺で寝てても、次、いや、マジでおかしいですよ。おかしいですもんね。あんなもん全部すっぱだかにされても、あの身ぐるみ、金属から何から剥がされますよ、わかんないですよ。そうだよね、はい、確かにな。皆さん危機管理してください。以上です。じゃあもう一個質問いきましょうか。いつもありがとうございます。アシナさんは今後のコンテンツ業界はどうなっていくと思いますか。 YouTube が流行っている昨今ですが、今後の YouTube はどうなると予想していますか、という質問が来てますけど、どうですか。なるほど、面白いですね。 YouTube って今どこが所有してますか。所有？ Facebook？ Google じゃない？ Google か、うん、Google が YouTube 持ってる。 YouTube、うん、Facebook が Instagram。 YesTwitter は Twitter。 Twitter は Twitter、うん、YouTube がこれからどうなるか、うん、どうですか今 YouTube、まあ、確かに盛り上がってるっていうかね、結構動画っていうか、もう素人の人がめっちゃ動画上げてたりするじゃないですか、うん、もういわゆる YouTuber じゃない人たちが、うん、普通のなんだろう人たちがさ、結構なんか日常的な動画多いっすよね。うん、まあ稼げないですよね。ああ。それで稼ぐのはね、だからまあ視聴数がまあ増えてもいいですけど、うんうんうん、まあでもまあ2チャンネルの動画版なんで、なんかこう要は自分がどうでもいいような日常を上げて、うん、なんか誰かが見てくれてるっていう共感っていうのはいいと思いますけどね。うん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 、で YouTube はもうプラットフォームとして一番大きいんで、うん、まあみんなが乗ってきやすい。うん、でそこにあの Facebook 社、うん、あの Instagram だったりとか、うんうんうん、なんか他になんか違う SNS が流行ってきたりとかってしてくるんじゃないですかね。だから中高生がどこを使うか になりますよね。まあそうだね、中高生が例えばアシナっていうアプリを使い始めたら、うん、中高生はそこの使って、うん、でおじさんおばさんが YouTube 使って、おじさんとおばさんに支持されたキッズ、うんうん、が YouTube でアンパンマンを見るっていう、そういう感じなんですよ。はい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 。YouTube で稼げてるのはやっぱすごい一握りなんですかね、ほんとね、やっぱね。まあもちろん稼いでる人もいますけど、どちらかというと YouTube で稼いでるのは企業が広告費っていうのをどう考えるかによるんですよね。ほう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 。例えば例えばですけど、マクドナルドっていう会社が年間の広告予算が100億あって、100億のうちの50億をテレビに使ってるするじゃないですか、うん、木村拓哉とか使って、ダブチとか言ってね、ダブチとか言って、トリッチとか言って言ってね、うん、食べたいなとか思うわけじゃないですか、っていうのをどうやっていうのをテレビが高いから、うん、じゃあちょっとインフルエンサーにお願いしようかって言って、その50億がそのインフルエンサーにバコッと降りてくるわけですよ。めちゃめちゃでかくないですか。でかっ。テレビだったら放送局とかフジテレビ、うんうん、テレビ朝日、日テレ、ローカル局に払わなくちゃいけないし、うん、広告代理に払わなくちゃいけないし、うんうん、そのプロデュース料だったりとか、うんうん、ロケ班料だったりとか、うんうん、その送りのハイヤーのお金とかって、うんうん、まあいろいろこう、だから50億って予算があるのは分かりますけど、うんうん、それがあの広報のあのおっさんたちが何も分からずそれを、うん、じゃあちょっと YouTube やろうかっつって、うん、なんか
万有とか、あなんかあ、はい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 、なんかそういうヒカキンとか、ね、ヒカキンとかヒカルとか、ね、そういう風に下ろしてきたら、そう、うん、じゃあまあテレビ50億だから、じゃあ20億ぐらいで20億バコンって個人に振ってくるわけじゃないですか。すごい、だからまあ儲かってるわけですよ。すごいな。テレビ局がやることを個人が受託できてるっていう状態ですよ。これはまあしばらく続きますよ。この流れはどうですか、加速していくんですかね。そのいやいや 100% 減速します。あ、そうなんだ、はい、だってお金の使いどころがアホじゃないですか。まあね、だって自分が株主だったら、お前そんな YouTube なんかそんな20億なんかいらねえんだから、お前それ2000万ぐらいにして、うん、その子供たち喜ばしとけよっつって、インフルエンサー喜ばしとけっつって、うん、で、だったらお前それ18億ぐらい残して株主で配当しろよって株主だったら言いません？そうっすね、はい、ってなると思います。ああ、じゃあ今まあ流行ってるから、おじさんたちもよくわかんないから、そう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 、だから企業がもうなんだろう、あ、口を開いたら、YouTube やろうかっていうおじさんたちがいるわけですよ。はいはいはい、はい、その広報部の部長さんみたいな、インスタやろうか、TikTok だねとか、じゃあ2億でとかなんか言ってるわけですよ、バブルだ、バブルです。あ、結局テレビだねってなってくるわけだ。じゃあまた、まあ広告審査をちゃんとやってればですけど、ああそういうことね。でやっぱ芸能人もテレビより YouTube の方が儲かるぞみたいになってきたら、ちょっとまた話が変わってきたんですけどね。でもやっぱ今のところテレビの認知はかなり大きいんで、テレビに出てるっていうので、そうっすね、意外とみんなテレビやっぱ見てるんで、YouTube だけで3時のヒロインを見つけるのはなかなかちょっと無理です。テレビがやっぱ話題なんで、結局今テレビが何を報道してるかって、結局 YouTube でこんなのが流行ってますっていう話。そう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 ですね。なんとか兄弟、そうそう、土佐兄弟、あ、高校のやつでしょ。そうそうそう。そうですね。SNS でこれが話題、バズって。そう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 。だからもう往年の世界丸見えの手法です、ね。ああ、はいはいはい。確かに。アメリカ南部のテキサス州のっていうなんかも。確かに。どっかで拾ってきた動画をもう切り張りしてテレビ番組を作るっていう天才的なもの。すごいな、二次情報、三次情報、もう世界丸見えです。ありがとうございました。